さあ、さっきの話の続きをしよう。教令院のなくした缶詰知識に関する情報を知りたいなら、あることに協力してくれ。ある人のところに行ってほしい。ドリーという名の旅商人だ。ゴミの缶詰知識しか持っていない商人とは違い、彼女はよく本当にいいものを手に入れているんだ。利益が出る限り、彼女は何を売るのも恐れないという人もいる。彼女は教令院の人を警戒している。貨物のほとんどが教令院の管制に合わないものだからな。だが俺は彼女のブラックリストに載っているかもしれない。彼女御用達の情報屋に会ったことはあるんだが、ごまかされたんだ。ドリーのお客になって彼女の信頼を得てほしい。これが今後協力を続けるための条件だ。なんでオイラたちをそいつに合わせるんだ？ことがなるまで君たちに引き続き質問する資格はない。うん、分かったよ。じゃあオイラたちどうすればいいんだ？君たちはスメールに来たばかりの外国人だから、ロリーにとっては安全な顧客のはずだ。俺から情報屋の住所と連絡を取るための暗号を教える。暗号以外に彼女から特殊な要求があるかどうかはわからない。君たちには臨機応変に対応してもらうしかない。うわ、なんだか緊張してきたぞ。そして鍵になるのはドリーに会えてからだ。彼女は金銭に関するものへの嗅覚が鋭い上、商品を見る目も優れているから、目の肥えている客しか好まないんだ。資金はこちらで用意するから、彼女の商品の中で質の一番良いものを買い、彼女に認められてきてくれ。だけど缶詰知識を見たのはさっきが初めてなんだ。どう選ぶのかなんて全然わからないのに、こんな短い時間で見分け方を覚えられるものなのか？確かに。君たちは元素資格というものを知っているか？ほう、意外だな。また君のことを見直したよ。その能力を持っているなら話は簡単だ。ここに缶詰知識が2つある。品質の違いがわかるか？オイラから見ると全く同じように見えるけど。元素資格を使ってもう一度見てみてくれ。おい、どうだ？何か見えるか？これが噂によれば一つの見分け方らしい。元素資格を使って見た時、より価値のある缶詰知識はほとんどがより明るく見えるそうだ。知識は世界中に由来し、草元素力の根源でもあるからな。知識の力が強ければ草元素力の色もより明るくなるというわけだ。ただし一部の缶詰知識は強い元素力を持つにもかかわらず、その内容が現在の生活にはあまり役立てられないから価値も高くない。まああくまでも小手先の見分け方だが、ドリーの信頼を得るには十分なはずだ。なんだかすごそうだぞ。これを持っていけ。情報屋の住所と暗号を書いておいた。そしてこっちは缶詰知識を買うための資金だ。モラを惜しむ必要はない。ドリーの心を動かすにはこのくらいは必要だ。もし取引後に資金が余っても返さなくていい。くれぐれも気をつけてくれ。最近一部のマハマトラもオルモス港に来た。彼らに捕まったらこれまでの努力が無駄になってしまう。マハマトラ？教令院に所属し監督管理をしている者たちで、缶詰知識の違法取引問題の処理を担当している。
先ほども言った通り、缶詰知識の所持や取引は教令院に禁じられていることだ。あいつらは勘が鋭いから、目をつけられたらひどい目に遭う。もしやめておくならまだ間に合うが。わかった、交渉成立だな。もしドリーとの取引に成功したら、ウィカラ大将宿に来てくれ。その時には心を開いて話し合おう。アルハイゼンからもらった紙によると、ドリーの情報を持ってるやつは旧市街。紙に書いてある方法でこいつと接触してみよう。こんにちは。どんなものをお探しで？ちょっと待ってよ、お前間違ったよな。紙にはそんなこと書いてなかったぞ。お客さんは独特な好みだな。全然甘くないハッラの実はあるが、あまり屋台に出して売らないんだ。仲間に案内させるよ。紙に書いてあるのと同じだな。どうやら第一段階は成功したみたいだ。ラウナック、このお客さんたちは全然甘くないハッラの実を買いたいらしい。二人を倉庫まで案内してくれ。はいよ、お二方こちらへどうぞ。お二方は独特な格好ですな。スメールローズをつけるお客さんを見るのは久々ですぜ。待てよ、スメールローズは普通の商品って意味だったよな。どの船に見間違いじゃないか。オイラたちがつけてるのは東霊下の方だぞ。おっと、こりゃ失礼、間違いでしたな。びっくりしたぞ、抜き打ちまであるのかよ。お二人とも倉庫はこの先ですぜ、ついてきてください。お二方、物を取りに行く前にいくつか確認したいんですがね。今日の在庫はお二方が思うほど多くはない。この間ハッラの実がネズミにたくさん取られてしまったからね。待てよ、そうじゃないだろ。ネズミに取られたっていうのは貨物が売れたってことだぞ。お二方すまねえが、今の状況だとこの商売を引き受けるわけにはいかねえです。もう少しお考えになってはどうですかい。こいつオイラたちのことを警戒してるみたいだぞ。アルハイゼンからもらったメモをもうちょっと研究しよう。お二方、物を取りに行く前にいくつか確認したいんですがね。今日の在庫はお二方が思うほど多くはない。この間ハッラの実がネズミにたくさん取られてしまったからね。へへ、ありがとうございます。今後もっといいものが入ったら先にお知らせしますよ。お客さん方はすごい腕前の持ち主のようですな。どうです、今日は食べるとめまいがするようなものにするってのは。そうそう、そう答えなくちゃな。でも食べるとめまいや耳鳴りがするようなハッラの実って想像するだけで怖いぞ。ハッラの実はスメールシティの方法で梱包するかい、それともオルモス港の方法で。あった、お客さんは太っ腹だね。綺麗に梱包してあげますよ。お二方の情報は確認済みですぜ。ドリーさんはこの先に待って。しまった、マハマトラだ、早く逃げろ。何、マハマトラ、どこにいるんだ。奴らに捕まったら大変だってアルハイゼンが言ってたよな。オイラたちも早く逃げよう。オイラたちはここに慣れてないから情報屋の後
こだ。ほら、リシュボラントラから隠れるならこっちですの。これも暗号みたいだぞ。声は右の家の後ろからだ。こっちこっち。さあ、もう逃げる必要はありませんわ。さっきオイラたちを呼んだのはお前か。でもこの場所って本当に安全なのか？本当に逃げなくて大丈夫なのか？ドリーさん、この方々はハッラの実を買いに来たお客さんでさ、人はもう案内したんで俺は先に失礼しやす。ええ、お疲れお疲れですわ。おい、なんだって？お前がドリーなのか？てっきり恐ろしい姉ちゃんが出てくるのかと思ってたぞ。あらあら、この頭空っぽのフライムは何を言ってやがりますの？私は怖いお姉さんではありませんのね。もうあなたとは商売できなくて結構ですわ。でもあなたたちの今までの反応はとても良かったですわ。情報屋を見つけた上に警戒心も強い。はれやれ、命知らずの輩ではなくとも人目をはばかるようなこともたくさんしてきたんでしょう。オイラたちを褒めたのか？なんだかあんまり嬉しくないけど。モラを持っていても2、3歩走っただけで息切れするような輩はマハマトラにすぐ捕まるだけでなく、小さな商売をしている私たちのような善良な市民まで巻き添えにする。そうでしょう？だからあなたたちみたいなお客様を歓迎しますわ。お二人は初めていらっしゃいましたが、それでも構いません。余計なことは伺いませんわ。たとえお客様が缶詰知識を家の柱に飾るとおっしゃっても全然気にしませんの。あなたたちがその手にキラキラとした丸いモラを持っている限り、私たちは友達ですわ。いいですわよ。お好きなようにお選びくださいまし。よいしょ。わあ、こいつすごい量の缶詰知識を持ってるぞ。この数だとマハマトラに捕まったらきっとヤバいよな。いかがです？お客様はどんなものが欲しいのかしら。私はお客様が商品を買う理由には興味がありませんが、おすすめはできましてよ。これをご覧くださいな。ヒルチャール社会学イデオロギーと弁証法的分析全テイワートで研究している方はわずか3人。激レアとも言えますわ。特別価格35万モラでいかがかしら。こんな変わった知識が欲しい人なんか本当にいるのか？あるいはこの魔人戦争初期のテイワット各国の建築様式と建築工法もなかなかいいですわね。これさえあれば古い建築物の修復名人になれますわ。どの国に行っても給料がとっても高い仕事につけましてよ。これなら少し役に立ちそうだ。こっちは200万モラ。値段交渉はしませんわ。うわ、高っ。もちろんお客様ご自身で選んでいただくこともできますの。内容と値段は缶詰知識の下に小文字で書いてありますわ。よし、じゃあアルハイゼンから教わった方法で見てみようぜ。これくらいにしとこうぜ。
様たちは物を見る目が優れている上に太っ腹で本当に百歳あ、いや千載一遇のお友達ですわ。お二人ともあと10万モラほどいただければ100万モラに値する缶詰知識を1個自由にお選びいただいてもいいですわよ。なんだと？おいおい聞いたか？あと10万モラ払えば100万モラ相当の好きな缶詰知識を手に入れられるってことだぞ。でも今オイラたちが買った缶詰知識はどれも50万モラ以上したんだ。もうちょっとモラを払えば100万するやつが買えるんだぜ。お得だろ。それによく考えてみろよ。オイラたちが苦労して大きなリスクを負って買ったこの缶詰知識たちはみんなアルハイゼンのものだ。缶詰知識があれば人は知識を一瞬で身につけられるんだぜ。こんなすごいものお前は気にならないのか？自分で試してみたくないのか？いいじゃないか。アルハイゼンからもらった経費はちょうど10万くらい残ってるんだ。このモラでお前の役に立つようなものを買おうぜ。マスター10万払うぞ。それではお二人ともこちらの缶詰知識の中から一つお選びくださいまし。え、待てよ、自由に選べるんじゃないのか？なんでそっちのやつは選べないんだ？あらあら、お客様、こちらの缶詰知識もみんな100万モラに値するものですわ。お二人さんの実力ならきっとお気に召すものを選んでいただけますから、ごゆっくりご覧くださいまし。なんだか良くない予感がするぞ。検査資格を使ってもう一回見てみるか。どうだ？それってつまりこいつらの価値はほとんど同じってことなのか？モラを使ったからにはお前の役に立つようなものを探してみようぜ。どれどれ、スメール伝統醸造入門、香料栽培技術、古代不問外説。え、これ見ろよ、片手剣の戦闘技術8。前の7つがどこにあるかはわからないけど、これは役に立ちそうだぜ。これにしようぜ。マスター、オイラたちこれにする。受けたまわりますわ。近いうちにまた新しいものを仕入れますから、またお越しくださいまし。それに缶詰知識以外にも欲しいものがあれば、本店は最善を尽くしてお客様のニーズにお答えしますの。ドリーとの取引は順調だったな。次はイカラ大将宿のアルハイゼンのところへ会いに行こうぜ。これで教令員がなくしたものが何か教えてくれるはずだよな。